前置きが長くなってしまいましたが、今回は基本動作についてご紹介したいと思います。基本動作としては録音と再生、削除についてご紹介したいと思います。まずは録音です。ホーム画面に行きます。そこでこのレコーダーのアイコンにカーソルを合わせて OK を押します。このホーム画面に行けてない場合、何か別の画面に行ってる場合は F1 キーを押すとホーム画面に移動することができます。では早速レコーダーの中に入っていきます。この状態で保存したいフォルダーを選択して OK キーを押します。今回はフォルダ A に保存しますので、フォルダ A を選択した状態で OK を押します。この状態でこの録音ボタンを押すと録音が始まります。では早速録音してみたいと思います。録音テスト。録音が終わったらこのストップキーを押して録音を止めることができます。次は再生する場合ですが、分かりやすいようにホーム画面から再生する方法をご紹介します。まずホーム画面に行きます。この状態でレコーダーを押してデータが保存されているフォルダーを選択します。そうすると録音されたデータが入っていますので、その状態で OK キーを押します。この OK キーは再生ボタンも兼ねていますので、再生する際はこのキーで構いません。少しカメラのマイクから離れていますので、ちょっと聞きづらかったと思いますが、近くで聞くとこのようになります。録音テスト。録音と再生は以上です。次はファイルの削除をご紹介したいと思います。同じくレコーダーの中に入っていきます。そして消したいデータが入っているフォルダを選択して OK キー、そして消したいデータを選択している状態、この黒くなっている状態が選択されている状態ですので、この状態で本体左下にあるイレースキーを押します。そうするとフォルダ内消去、一件消去とありますので、今回は一件消去を選択して OK を押します。フォルダにあるすべてのファイルを消したい場合はフォルダ内消去を押したらいいと思います。ここで開始をします。消去完了と出たらファイルが削除されたということです。この製品は細かいところまで設定ができて操作が複雑に思うかもしれませんが、実際の録音再生削除というのは今回ご紹介した操作で完結することができます。こういう機械が苦手な方でも今回ご紹介した内容さえ覚えておけば
この製品を使いこなすことができますので、特に複雑な設定があるからといって心配する必要はないと思います。